フレデリック・ショパンのマズルカ作品59は1845年に作曲された3つのマズルカ作品。ジョルジュ・サンドのノアンの館で作曲された。死の4年前という状況の中で、あからさまな民族集や洗練された形式日にもそれぞれ距離を置いた陰りのある曲奏で作者の個性を反映している。検定先はなし。マズルカ第36番、異端調。 くやび役やのリズムで書かれ、哀愁漂う曲となっている。冒頭に現れる EHCAHGISE の主題は順次進行を避け、下行と上行の調約が混ざった音恵になっている。この主題が転調していき、中間部はでは、同主長の胃長長に転調し、反音階を巧みに使った右手西部が現れる。これを利用して、 主題再現部の遠隔調の A と単調への転調を簡単に連絡している。マズルカ第37番、変異調調。マズルのリズムで書かれ、可愛らしく洗練されたワルツ。右手では、単旋律と6度音程の重音部分が交代に現れる。再現部での左手での旋律線は巧妙な変装である。コーダでは、作者の上等手段である反音階的加工が、 美しい。自筆筆は一枚の五線紙にすべて書き込まれている。マズルカ第38番、A、単調。キラーに贈呈した、自筆筆は、と単調で書かれているが、出版する際の自筆上昇筆は、A、単調に異常させている。ビバーチェの指示からもわかるように、急速な踊りである、オベレクのリズムが用いられ、単調でも晴れ晴れしている。中間部では、A、 蝶々に転調し、左手に対戦率的な動きが現れる。ありがとうございます。